ゃん。え、すごくない？これなんか真ん中がこれね、真ん中が裂けてる、カールできるコテなんですけど、もっとね大事なところ、はい、これコードレスなんです。コードレス 2way 何？そして極めつけに海外での使用が OK。 もうこれ絶対必要ですよね。開けてみますね。何？うん、で、アダプターが充電するのかな。なんかこうやって比べると大きく見えちゃう。すごい割と小ぶりで 2way で持ち運びもできて、海外で使えて6000円ぐらいでした。6000円ぐらい、うん、これが蓋です。蓋にして、割と簡単に、こんな簡単に取れちゃう。で、やっぱ熱くなってるから蓋をしてまた中に入れると。で、さっき店員さんに聞いて、もう使ってすぐ蓋したらバッグでいいですかって、これ冷ましてくださいって。まあね、マックスで170度、マックスで170度になりますので、冷ましてから蓋をしてバッグに入れてくださいと店員さんに言われました。カール、オフ、なんかね、ここに 3種類の切り替えがキュッて押すと真ん中から裂けて、ストレート、わかりますか、ストレート、ストレートからこういうストレートにする。ここには真ん中から裂けるのでやって、このボタンを押したんです。そしてこっちから逆に押し返して、でもう一個キュッと押すと、押しました。そうするとここに書いてあるように、ほら、カールなんです。はい、ちっちゃいサイズなんですけど、結構バッチリ止まるし、一部分だけ跳ねちゃったとか、毛先だけ直したいとかあるんじゃないでしょうか。まあこれ今熱通ってないんでカールつきませんけども、今ね前髪こうやって押さえてましたけど、外すと結構なんていうのかな、伸びちゃってたり湿気があったり雨に濡れたりとかすると、団子前髪になっちゃったりとか、ちょっと跳ねたりとかする時に、このストレート、もしくはカールでもいいんだけど、ちょっとカールで細いからカールつきすぎちゃうかもしれないんで、このストレートを使ってでもこうシューってやると、うまくカールができる前髪になったのかなと。こっちです、通ってないんですが、ここに電源があって、オンで一回押すと、あれあれ何これ、もう一回なんか、あ、オンなっちゃった。どうしよう。あ、そっか。今もう一回押してるの全然止まんなくて。これをじゃあ真ん中にして。あ、消えた。そういうことか。今これ、真ん中で、ストレートでもカールでもない状態にしたら消えました。あれ？じゃあもう一個のボタンは何？こうやって、ここ、よいしょ、切り替えてカールとかストレートにしただけではオンにならない。このまま押すとオンになる。これもう一回押すとオフにしてほしいんだけど、そうはならない。なぜなら多分ここをキュッキュやってる時にここを押しちゃうからとかあるんでしょうね。で、まあちょうどこうなったんで、
前髪ちょっとやってみましょうか。ああ。え？で、まあ、止めたいのに止まんないときは、この、こっち押しちゃってるから、反対から押して、あ、やりすぎた。消えてない。消すな。半押し。半押しで、あ、消えましたね。電池はおそらく、こう、特殊な、充電用の電池。ピンクの電池とかもないですね。リチウムイオン電池、こいつ、ミコードレスヘアアイロン専用。なんかこのヘアアイロン専用の充電用の電池みたいです。だからここに電池を毎回こう入れ替えたりするんだ。で、充電に4時間かかって電池がマックスになるんだそうです。4時間貯めて使えるのは20分、で充電すごい今もう1時間ぐらいやってるんですが、充電中はここは熱くならないです。はい。で、こっちのランプが充電で、下が通電、なんかね、上のランプの通電に下まで光っちゃってるんですけど、まあ、こっちが通電、上が充電です。はい、充電完了しました。これで持ち運びします。抜いて。